今ですね、池袋にいます。池袋のロマンス通りも今いるところです。アロマンス通りということでね、結構風俗街、風俗結構あったりするんですけど、で無料の案内所がそこにあります。まあ、この辺りは飲食店も多いんで、食事をしたりとかね、飲んだりするます。客引き行為がね、最近禁止になってですね、まあ警察がかなり張ってるんですけど、でも警察がね、注意を行ってます。ただその中、警察いなくなったらキャッチのね、子たちが、客引き行為してるわけですけどね、すごいね。今からちょっと今から散策してます。寿司まみれ築地海鮮、まあこの辺りは極東っていうね、ヤクザの組織があって、その本部があるんですよね。この辺りキャッチも結構いますね。外国人です。